若様、少し休まれたらどうですか。若様を差し置いて私だけ中で休むわけには参りません。最近あまり寝ていないようですが、やっぱり英州のことが心配ですか。若様、英州に隕石の調査に行かれるのですか。登竜口は聞いたことがあります。しかし普通は楓や柏をお香作りの材料としては使用しないはずです。なぜそのような名前がついたのでしょうか。前回の占いでは蓬莱で何か事件が起こると出ましたけれど、本当に隕石による災害が起こるなんて、空想に来て若様のおそばで学ぶうちに私の戦力も大きく成長したのかもしれません。若様が隕石の調査へ出るのなら、ぜひご一緒させてください。隕石が落ちる前触れについての知識はあります。きっと若様のお役に立てます。心配しないでください。私が全てのことを持って若様を危険からお守りしますから。それに新しい服に着替えたので少しは霊力が増えているかもしれません。ずっと霧続きで日月星針が見えませんでしたが、出発前に占っておきました。今日の午後には目的地に着くはずです。ご安心ください。何があってもこの私が若様をお守りします。香炉から煙が立ち、木々がかぐわしい匂いを放つ。蓬莱から来た手紙には、英州は香りよき素晴らしきところだとありました。その手紙通り、本当に素晴らしいところですね。さっさと行くぞ。もうすぐ香合わせが始まる。今回の香合わせの審査員は食火炎の炎君と節制らしいぞ。食火炎の者が審査員に？英州の香合わせは五香府も毎回参加している。彼らが衝突してしまうんじゃないか。今回の優勝景品は食火炎が提供したそうだ。だから彼らも審査をする。それに五香府の参加者は首席調香師の天章だぞ。だから急げって言ってるんだよ。遅れたら見れなくなるぞ。私は五香府の調香師、天章。本日は私が作った焚き物を持ってきた。どうぞお試しあれ。
これは金木犀の香り。人工、弾工、膀胱を精製したものを粉にして、さらに冷水で手を清める。金木犀と同じ温度まで手を冷やし、綺麗だから花を摘み取って練り上げ、お香の粉末、花から練り上げたもの、そして調整素材、それらを同時に大理石の臼に入れて1000回突き、日陰に置いて風にさらすと、この金木犀のお香が出来上がる。穴蔵で1ヶ月以上寝かせれば、香りはさらに良くなるでしょう。天守、このジジイを見くびるなよ。何でしょう。せっせ、説明してやれ。天照様、この金木犀のお香は確かに素晴らしい香りで、色、縁、香、いずれも上等。さすが豪甲府の主席、その名に恥じない一品です。ですが、こたびの香合わせでの景品は、どれほど金銭をかけても手に入らぬ香信香。そしてこの香合わせのお題は匠。これまでの参加者の作品は、果物の皮を使った色香で自然の威風を再現するものや、孤高で書籍の神髄、古色蒼然を表現したものもありました。天照様が作られた金木犀のお香の匠である部分をお聞かせいただけますか。綺麗だで咲きかけた金木犀を使ったなどとは言わないでしょう。食家園が金木犀を収穫するのは、すべて夜明け前。完璧な金木犀を得るために、枝を繊細に落として、花を摘んでいます。決して素手で摘んだりはいたしません。金木犀のお香の作り方は確かに単純です。けれど、完璧なものを作るのは容易ではなく、上質な金木犀のお香は、それの極致たる王にすら匹敵する。もちろん、香信香を加えることができればの話だが、この金木犀のお香には、巧みな点があります。それは、香信香を研磨して加えるだけで、その格が変わるという、その性質。天照め、随分と大口を叩くな。なぜ今日の香合わせでお前が優勝できると確信できるのだ。どこの小娘だ、適当なことを抜かすな。若様、到着したばかりなのです。もう少し慎重に。うちで服に香りをつけるときも金木犀のお香を使っているが、天照が作ったものの方が香りがもっと濃厚だ。現在の豪甲府と食家園との関係を踏まえて、この人から説明を聞くと、確かに思わず笑ってしまうような、実に巧みなアイデアだな。天照様、もし香信香を手に入れることができましたら、香信入りの金木犀のお香を作り、皆に披露していただけますか。食家園の円君がその機会を与えてくださるかどうかによりますね。円君、ここは一旦引いておきましょう。皆さんの言葉通り、ご要望に応えておきましょう。そうだな。今日は香合わせで気分がいい。一度くらい見逃してやろう。天照様、香信は貴重な品です。大切に使ってください。私に扱えない代物だとしたら、この英州で使いこなせるものなどいない。
さすが天将様。では甲合わせの終了後、ご自宅までお届けいたします。円君の行為に感謝する。英州の境には一般の者を惑わす名根校が配置されている。ここに入って来られるということは別の海域のものだな。天将様、私のことはソースンとお呼びください。クーソ。ここに来たのは香料を購入するためか。本白登竜香、珍しい名前だな。天候発揮にはそんなものがいるのか。こうしよう、空想の若い。豪皇府に5日間招待する。私がこの5日のうちに、その香料を作り出してみせよう。つまり、英州にもその香料はないということですか。うむ。だが私がそれを蘇らせる。天将、これはどういう意味だ。この小娘は先ほどの舞台でそなたに加勢したものではないか。私の考えを指示したのではなく、彼女自身の考えを言ったまで。香りは調香師が気持ちや考えを伝える手段。私が彼女に反論しなかったのは、彼女の考えが正しかったからです。もういいだろう。香合わせも終わったのに、また言い争いをする気か。円君、皆の前で天将の優勝を認めたのだ。今さら取り消すとは言わないだろうな。福君、ご安心ください。確かに景品のお香をお持ちしました。しかしながら、円君はあなたより年長者です。天将様が大衆の面前で円君に恥をかかせたのは少々やりすぎでは。それにここで再び天将様を称賛したご本人に会われたのですから、疑いの目を向けるのも当然のこと。福君、こうしたらいかがでしょう。罰として彼を6時間外出禁止にするのです。先ほどの香合わせでは我々は豪皇府の顔を立てたのです。豪皇府もこちらの顔を立てていただけませんか。節制の言うことには一理ある。我が豪皇府も譲歩すべきだ。天将、調香室に行きなさい。はい。若様、あの節制という男、ただ者ではないようですね。これから彼とも何か関わりを持つか占ってみます。彼を相手にすると、気づかぬうちにこちらがいろいろと損をしそうですので。若様も蘇先生からいろいろ学び、ますます君主らしくなっていますね。彼は食火炎の者。私たちは今
合コーフに住まわせていただいているに、すぐに彼の信用を得るのは難しいかと。そういうことでしたか。鍵はかかっていない。香辛香には五種の香りがあると言われている。酸味、甘み、苦み、辛み、渋みの香りがあるというものもいれば、花、木、茎、葉、実の香りがあるというものもいる。どんな香りだと感じる？ゴミ雑菌か。なかなか良い答えだ。この程度の罰は何でもない。ちょうど本白登竜口を研究する時間ができたしな。何もない。無だ。まだ我々は知り合ったばかりだ。私の考えや気持ちをこのお香に込めるわけがない。それに、私が禁足の罰を受けたことも、関係のない者が謝る必要もない。客室を用意させた。入浴し、よく眠るといい。ご入浴の時に使います。焚き物がお気に召さなかったでしょうか。ご冗談を。普段天将様のご帰宅時の手順とそれほど変わりありません。ええ、ご覧ください。こちらの禁酒力運行は天将様が新しく開発したヘアオイルでございます。髪を真っ黒にケアする効果があり、香りも濃厚です。お試しになりますか。若様にご心配をおかけして申し訳ございません。合コーフの入浴のルールが過少より多いとは想定外でした。決まりが多いのはまだしも、ずっと髪型の手入れや編み方などを質問され、確かに英州の植物は霊気にあふれているようです。ハンコンジュに近づけば近づくほど光が明るくなっていく。うん、この花椒、常緑香潤葉、英州の山は近いうちに植物が生い茂る季節を迎えるでしょう。若様、木の下から話し声がします。邪魔にならないようにしましょう。君にお香を渡すことがますます難しくなってきました。
禁断竜舎はまだしも、後進は本当に骨が折れましたよ。円君が余分に持っていなかったら、こう合わせの景品にすることを許してはもらえなかったでしょう。彼が簡単に手放すとは思えないな。私よりも円君に詳しくなっていませんか。とにかく今回のこう合わせには天将が必ず参加しますので、私たちが審査員となり天将を貶めるいいチャンスだとそそのかしました。しかし想定外のことが起こりました。円君は食火炎に戻ってすぐに自室に閉じこもってしまい、また一人で奥様の絵に話しかけているのでしょう。まだ引きずっているのか。円君は一途ですからね。私には理解できない。しかし突然現れたあの子、なかなか面白いね。彼女がいなかったらどうするつもりだった？ちゃんと舞台の下で手を回していますよ。お香を届けに行った時、またあの子を見かけました。一体何者でしょう？彼女は空想の和歌だ。え、今、なんと。空想の和歌が、どうしてこのようなところに。古いレシピを見て、天候発揮を再現しようとしたらしい。だが、それを作るには、ある香料が必要だったと言っていた。そんな偶然が。そのレシピに足りない香料とは何でしょう？本白登竜香。その香料は初めて聞く名前ですね。私が作ってみせる。そうですか。いつも通り自信満々ですね。ほら、眠気覚ましのハーブティーをお飲みなさい。飲み終わったら帰宅して禁足を守らなければ。わかった。ん？何をしている？何か裏がありそうですね。若様、先ほどまた占ってみたのですが、吉兆と出ました。このまま残って観察すべきかと。私たちがどうかしましたか？これ以上若様に手を挙げると罰が下りますよ。さすが空想の若様、なかなかの実力の持ち主。しかし盗み聞きの技術はもう少し上げた方がよろしいかと。どうしてここにいる？私の後をつけたのか？ゴーコーフと食火炎は仲がよろしくないと伺っております。しかしお二人はまるで長年連れ合っているご親友のようです。私と節制の付き合いは確かに長い。だが今は福君と円君に配慮し、会うのを避けているのだ。このことが福君や円君に知れると少なからず影響は出ます。空想の若様、私たちの弱みにつけ込んで何をしたかったのですか？
異常？英州は常に春のように暖かく、異常気象などあります。異常かどうかまではわかりませんが、5日ほど前の夜、夕食用のスープを作ろうと、私が山で月下美人が咲くのを待っていた時のことです。空から火の玉のようなものが横切り、森の半分を明るく照らしていました。その時、周囲の温度が上昇していまして、とても驚きましたが、あっという間の出来事でした。英州には何の影響もなかったようです。唯一困ったことといえば、月下美人が咲くタイミングを逃してしまったことくらいでしょうか。火の玉、温度上昇、その様子だと隕石で間違いなさそうですね。つまり英州には何の異変もないということですか。だからどうして空想の和歌が英州の天気を頓弱する？英州で花栽培の副業でもするつもりか？嘘の匂いがするぞ。天照の嗅覚を舐めてはいけません。天照の五感はどれも人よりも鋭く、言葉を弄して騙すことなどできません。そうでしたか。隕石は天のものからの警告。つまりあなたたちが英州に来たのも、私たちを危険から守るため。そうなら初めからそうと言えばよかったじゃないですか。つまり蓬莱には隕石の調査をしに来ただけで、香料を探しに来たというのは嘘だったのか。この世にそんな香料は存在しないのか。それだけは今のところ信じてやろう。研究もほどほどにしてください。明後日は強行採点です。準備に集中しないと。強行採点で失敗したことはない。強行採点は英州で一番大きなお祭りです。玉霊仙と半根樹が英州全体に恵みを与えてくれている。だから英州も焚き物をお供えするのです。一世帯一世帯がその場で焚き物を作り、お香を焚いて半根樹に備える。そして私が半根香を作り、祭典の最後を飾るのだ。調香に使われる材料は全て食火炎が担当しているのですよ。いや、半根樹の茎、葉、花、実、根から作られるお香は全て半根香と呼ばれる。死者を生き返させられずとも健康長寿の効果がある。ある意味これも一種の半根だ。もちろん死者を蘇らせる半根香も存在する。しかし私には作れない。さあもう遅いし、そろそろ帰って休みましょう。天照、あなたはまだ禁足中だということを忘れずに。節制、ずいぶん遅かったな。強行採点の材料の準備はできたのか。ご安心ください、エン君。準備は万全です。エン君が望む通りの結果になるでしょう。うん、今回の強行採点、
合考府の奴らに思い知らせてやる。お前も見守ってくれ。準備はいいか？それは？これは私が作ったものじゃない。あまりに平凡すぎる香り。こういうのが好みか？今度は作ってやろう。もうすぐ式典が始まる。私は先に失礼する。あの団木はなかなか良い代物ですね。購入して占い道具のポエを作るのも良いかと。まずは今日の運勢を占ってみましょう。あれ、なんだこの匂い。なんてひどい匂いだ。どこから来た？若様、なんだか変ですね、この香り。祭壇の上から発せられているようです。彼に何かあったかまでは分かりません。しかし占ってみた結果、ここは危険です、若様。しまった。祭典はまだ終わっていない。これは一体どういうことでしょう。反魂獣、反魂獣の香りが弱くなっているぞ。本当だ。俺たち死ぬのか。そんな誰か何とかして。英州の霊力が弱まり、皆の命が危険にさらされるということです。私たちが焚き物を反魂獣にお供えすることで、反魂獣が霊光を生み玉霊泉に溶け込み、その玉霊泉が英州全体に恵みを届けているのです。その結果、英州のすべての霊力と命の源が
ここで循環します。祭典が催されるようになって以来、失敗したことはありませんでした。それなのにどうして今日は、一体何が起こったのでしょうか。何が起こったかだと、食火炎の者がよくそんなことを言えるな。聞きたいのはこっちだ。お前たちが用意した材料の質が年々落ちていき、天将の力をもってしても完璧なお香を調香できなかったというだけだろう。食火炎が材料を供給しているのは豪香府だけじゃない。調香に詳しい英州の民も皆ここでお香を作っていたではないか。材料に問題があるなら、他のお香に問題が起こっていないのはおかしい。材料の輸送はすべてそちらが手がけた。途中で細工をしたのかもしれない。ハンコン香作りはこれまで何年もずっと天将が担当してきた。天将のハンコン香へのこだわりは英州の民全員が知っている。ふくんの言葉を聞いていると、採点失敗の原因をどうにかして私に押し付けたいようだな。エン君こそここで私と言い争いをするのはなぜだ。どういう原因であれ、私が担当していた部分で失敗が起きた。責任を私が負う。ほう、度胸だけはあるようだな。だがどうやって責任を取るつもりだね。どのような形でもお任せします。お前がそう言うのなら、いっそのこと本当のハンコン香を作り出し、ハンコン樹と玉竜泉に献上するというのはどうだ。皆はどう思う。エン君はわざとあなたを困らせているだけではないでしょうか。お前は個人的な恨みを晴らそうとしているだけだ。今の状況でそれが唯一の方法だと思うんか。もともと強行で献上されるハンコン香は英州の中でも最上級の焚き物だが、現在ハンコン樹の霊力は確実に弱まっている。本物のハンコン香を献上し、ハンコン樹の霊力を回復させる必要があるのかもしれない。そう言われてみれば、その方法ならいけるかもしれない。わかった、その方法で構わない。私が必ず本物のハンコン香を作り出します。よし、それでは決まりだ。節制。はい。天将がハンコン香を調香する間、倉庫を開放し、必要な香料があれば提供する。了解しました。食火炎を上げて天将様をサポートします。どうしたんです、倉庫寺は。はい、先ほど倉庫から一箱届きました。天将が使えそうなものを選んでいます。思ったより少ないかと。この訂正を見てください。大きく見えても周りには黒い不純物がたくさん付着して、木の皮との付着度が高い。綺麗な赤茶色ですが、生成後に使える部分は少なくて、逆に本来の香りを壊してしまうこともある。でもこの束縛炭はなかなかの代物です。硬い部分を全部切り捨てたから、加工処理も程よい感じで、ちょうど良いところに来てくれました。後でこれを天将に届けてください。
あなたは本当に優しい子なんですね。そんな若様がいる空想もきっと心温まる場所なんでしょうね。とても良い話です。お姉さん？ご好意は大変嬉しいですが、英州の者はこの島から出られません。呪い？ここの植物にそんな効果があるなんて聞いたことはないですね。一般人には影響があるようですが、食花園に長くお勤めの方々によると、島の植物は最初ここの絵店が植えていったそうです。最初の居住者はその昔流行り病に罹患し、ハンコン校で魂を呼び戻されたとか。ここの絵店はその人たちを英州に連れてきて、彫工や植物の育て方、他にも焚き物をハンコン樹に捧げることを教えたそうです。その者たちと植物は霊気あふれる焚き物の中で長い時間生きてきて、もう英州から離れられません。外にこれらの焚き物がなければ英州の人たちは自身の霊力を消耗し、回復させられずに死んでしまいます。ハンコン校を持って英州から出れば、それを回避できるという伝説があります。だからこそ天将がハンコン校を作ることに皆強く期待しているのだと思います。木曜で何をするんですか？なかなか美味しそうですね。では、期待して待っています。この近くに木腐葉があります。ちょうど綺麗に咲いている頃です。食材選びなら、私よりあなたの方が達者でしょうし。希望に満ちた色ですか。節制。さっきのは合江府に住んでいる娘だな。はい。天将が彫工室に閉じこもって丸一日が経つから、何かしてあげたいと。よそ者がなぜそこまで天将をおもんぱかる？それはきっと何か理由があるのでしょうね。あやつが何かしてやったところで、天将のやつに特別な感情など生まれやしないだろうよ。止まったらダメだ。まだだ。不純物をきれいに生成し、玉霊泉の水は夜明け前の泉から直接汲み上げ、研磨の際は力と手の動きに気をつけて。粘着剤はどこだ？英州で私よりハンコン粉をうまく作れる者はいないはずなのだ。
なのに、一体何が間違っている？私にはできないのか？原料で足りないのは何だ？考えろ。アンコン港に入れられるものが何か。いい匂いがする。この香りは。いつここに？ああ、そうだな。スープをありがとう。ずっと昔に、ハンコン港を作ったことがある。あの時は皆、成功したと確信した。植物や動物が生き返った。ハンコン港は成功したのか。おめでとう、天将。ようやく兆候の頂点に達したのですね。ただ、本当にハンコン港ができたのだろうか。伝説のお香がこんな簡単に。君は私が見込んだ天才だ。君にとってハンコン港の制作など朝飯前だったのかもしれんな。そうですよ。自分では信じられなくても福君の慧眼を信じるべきです。よかった、本当に良かった。近頃、人間界では大規模な飢饉が起き、大勢の人々が死んだそうだ。このお香を九重天に献上し、人々を助けていただくというのはどうだろうか。おお、福君にそんな慈悲深いお心があったのか。気を悪くしたか。なるほど。円君はハンコン港でご婦人を生き返らせたいのだな。福君、冗談を言うでない。我々がハンコン港を九重の天に献上すれば真の仙人に昇格するかもしれない。その際に九重天にお願いして妻を生き返らせても全く遅くはない。蘇るか否かは分かりませんが、奥様との思い出はずっとここにあります。エン君はご自分をそこに縛り付ける必要はないかと。天将、お前は若いな。とにかく九重天に献上することには賛成だ。天将、節制、お前たちも意味はないな。私はただ兆候を続けたいだけです。使い道は福君のご判断のままに。私も異論はありません。皆さんの意見が一致したなら、明日にでもお二人で行かれるといいでしょう。天上の方々もさぞお喜びになるかと。なんだって、円君が九重天に一人でハンコン港を持って行って天平に連れ戻されただと？はい、天平が言うには、ハンコン港には死者を蘇らせる効果はなく、人間の命を救うことはできないとか。そんなはずはありません。昨日、植物も動物も生き返ったでしょう。兆候以外、他に何の興味もない小僧にハンコン港が作れるものか。円君、円君、ハンコン港に蘇生効果がないというのは一体どういうことですか。お前のハンコン港は所詮己の目的を果たすために作られたものだ。そんな小さな思いしか込められていないハンコン港なんだ。それで死者を生き返らせることなどできるものか。
エン君は私が女王を理解していないから反魂香が作れないと言った。女王というものはどうやって理解するのだろうか。大切な人、あなたのそばにいる食玉たちもあなたのことをとても大切にしているだろう。私の大切な人になってくれないか。すまない、ずっと黙っていたが、私は食玉の天候発揮だ。ああ、そうだ。あなたが香料を欲して、わざわざ英州に出向いてまで作ろうとした天候発揮だ。私も食玉だ。あなたを大切な人だと思えば、私にも情というものが生まれるかもしれない。若様、ここにいたんですね。話せば長くなりますが、とにかくここは危ないです。二人とも今すぐ、私が占いで出した方角に逃げてください。早くしないと間に合わない。何が間に合わないのです？節水。どうしてここに？まあいい。祖小路によると、ここは危ないそうだ。一緒に逃げよう。その必要はありません。彼こそが危険な原因そのものなのです。彼の言う通りです。無礼を許してくださいね。反魂香の霊光は急速に弱まっています。ゴーコーフは食火炎の支援を受けても反魂香を作れませんでした。食火炎エン君は英州の大多数の民の同意を得てゴーコーフのものを全員取り押さえることを決定しました。明日の夜、天将を反魂樹のそばに連れて行きます。エン君が反魂樹の霊力を取り戻す方法を見つけたそうです。ただ、皆さんにも役に立ってもらいます。ここ数日、ずっと塔の上で星を観測し、皆のために占っていました。先ほど塔から、雪星が、険しい顔をした手下の二人を連れ、こちらに向かっているのが見えました。直感的に異変を感じました。すぐに吉兆の方角を占い、彼らからお二人を逃がそうと思ったのですが、捕まってしまいました。気にするな。少なくとも今は安全だ。ただエン君はどうやって英州を危機から救うつもりなのか知りたいものだ。若様、今のうちに少しでも眠ってください。ずっと落ち着かないようです。後で反魂樹に行く途中、もし逃げるとしても体力は必要ですよ。大丈夫だ。節制は無事だろう。それに、エン君は私たちにもやるべきことがあると言っていたようだしな。気持ちを落ち着けたいなら、調香のやり方を教えてやる。調香と調理は似たところがある。あなたならすぐに習得できるだろう。若様は賢いので、すぐに習得できるはずです。
古代人は芸術感覚に優れていた。お香は自然の中より生まれ、匠の手によって生まれ変わり、炎の中で転移を示す。よって兆候から着火まで、すべてに気を配る必要がある。香の使い道や形などを決めた後、君臣補佐に則って兆候する。すなわち、一種類の香料を君主とし、他の香料や薬剤は進化、補佐に徹する。各香料が各自の役割を果たして、ようやくすべての香料と薬剤の特徴が生かされ、成功の基準に達する。このレシピの材料は非常にシンプル。濃厚な香りの人工を主軸として、人を魅了するダチュラに補助を委ね、英州の特殊な調香素材である蜜で精製し、団子状に丸めて乾かすもの。この香りがわかるか？いいぞ。才能があるようだ。上等な人工は少しピリリとした刺激がある。そして、ここの人工は淡い乳の香りがする。この人工はまだ完成していない。直接研磨しよう。刀は鋭いから気をつけるんだ。大丈夫か？とても鋭い刃ですね。早く手当てしないと。天将様、この部屋に止血できる薬剤はありますか？調香に使う材料のほとんどは薬剤としての効果もある。確かに止血効果がある薬剤はあるが、精製する必要がある。即時、傷口を押さえて血を止めてくれ。薬を探してくる。私は宮殿で加齢してからずっと調香してきた。この世にある香りは私にとってはどれも難しいものではなかった。だから半根香を作れるようになるだろうと思った。お前の言う通り、確かに香りと料理はどちらも作るものの気持ちが込められている。だからこそ愛される料理は魂になり得、香りも魂を呼び戻すことができる。だが、どうして私には。節制です。この香り、調香をしていたのですか？彼女が落ち着かないようだったから、英州の辺境で使う名根香の作り方を教えていただけだ。しかし、うっかり刃物で手を切ってしまってな。薬剤を探して手当てしていたところだ。無事に手当てができたならよかったです。空想の若にとって、手は大切ですから。兆候は、確かに心を落ち着かせるにはちょうど良いですね。それで、兆候のやり方と要点は、しっかり覚えました？
そういうことになるかもしれませんから。節制、連れてきたか。三人とも連れてまいりました。天将、ここで反魂香を作る。私には作れない。それはあなたが言ったこと。だから作れる方法を見つけてやった。節制、やれ。はい。すみません。何をするつもりですか、節制。これは空想とは関係ないことのはずだ。あなたたちが空想の和歌と底地を捉える道理はない。採点が失敗し、お前は確かにその口で責任を取ると言ったな。時間も与えたが、反魂香は完成していない。当時私が反魂香を献上した際、ここの絵展でこう言われた。反魂香を作るには強い浄化、強い霊力が必須だと。だがこの制作者はどちらも持ち合わせていない。福君がお前を豪甲府に連れ帰った後、いつもお前のことを天才だと自慢した。そんなお前に、まさかこの私がこの作り方を教える日が来るとはな。ならばその教えが何なのか聞かせてください。今のお前に反魂香を作れるような情を理解できるとは思わない。ならば一番簡単な方法で行こう。強い霊力はどこから来るか知っているか。節制、空想の和歌から始めるんだ。警告です。若様に指一本触れることを許しません。強い霊力が秘められているもの、それは血なのだ。空想の赤にはどれほどの霊力が秘められているのだろうな。なぜ関係ないものを傷つける。若様を傷つけないでください。血が欲しいのなら私の血を使えばいい。私は食玉です。彼女の力と源泉は同じ。私の血の中にも同じ霊力が秘められ、同じ効果があります。実に羨ましい主従の絆だ。なんと残酷な。霊力に満ちた血は反魂寿を回復させることができる。そうすれば何も理解できていないお前でも反魂香が作れるのだ。ただ反魂寿を極限まで活性化させるには英州の民全員の血が必要になるだろうな。隕石のことを知っているのか。空想の若様もなかなか経験豊富なようだ。だがあいつらにとって英州の民の精神とどうでもいいことだからな。どういう意味だ。あなたが一人勝手にここの絵展にこう持って行った時、調光方法以外に何を吹き込まれた。それは言えん。私欲のために大勢の命を犠牲にするつもりか。反魂香を作り出すことはお前もずっと追いかけてきた目標じゃないか。私だけの私欲じゃないだろう。私がそれを手伝ってやろう。節制、空想の和歌をここに連れてこい。はい。
もう少し協力的になった方が良いかと。ちゃんと歩かなければ怪我をするのはあなたですよ。そうです、おとなしく歩いてください。あなたは天将から教わった調香の要点を覚えていますか？半根香を作るには果実を君主とし、花と葉は進化に、根と茎は補佐として蜜で調整する。根、茎、葉、花はすでに用意してあります。あとは果実のみ。若様、今回は慎重に刃物を使うのですよ。何を話している？若様、大丈夫ですか？ただの切り傷ですから問題ありません。節制！寝返ったのか？自分が何をしているのか分かっているのか？分かっています。これまであなたに言われるままに動き、あなたに空想の和歌のことを伝えたのも、奥様を生き返らせたいと願い続けるあなたの一途な思いを信じていたからです。また私はずっとあなたに天将を信じてほしいと説得し続けてきました。けれどあなたは承知したふりをしながら、己の願いを叶えるためにこの希望にあふれた土地や人々を全て犠牲にしようとしました。円君、その執念があなたを悪の道へと引きずり込んでしまったのです。そうかそうか、この島で私を信頼している者など一人もいなかったのだな。ならば遠慮はいらんな。やめろ。エンク、私のそばにいる者たちを一人一人殺すつもりか？どうだ、お前にも大切なものを失う痛みが分かるようになったか？フ君は身寄りのない私を引き取り、不自由なく調香に集中できる環境を整えてくれた方だ。それが私のせいで。生と死、情の有無、相反するそのどちらもが正しく、どちらも誤りではない。間違っているのはこの世の中に一つの感情表現しかないと信じる、その堅くなな執念だ。お前の口からそんな言葉が聞けるとはな。どうやらようやく悟ったようだな。やめてくれ、今すぐ反根香を作る。だからその狂った殺戮をやめさせてくれ。よかろう、一度だけお前を信じてやる。手に入れたぞ、ついに手に入れた。近づかないでください。あの人の執念は闇が深すぎる。もう私にもどうなるか分かりません。お前、お前にやっと会うことができた。
エン君が生き返らせたかった人は、遥か昔に亡くなっています。戻ってきたのは、彼の執念の中だけで生きる、夫人の幻だけです。その執念が、彼の人生を縛ってきた。そして、その思いが、彼を死へと導いた。彼にとっては、最後の救いだったかもしれない。ショッカエンのエン君、面倒な置き土産を残してくれたようですね。あの兵士たちは彼が外部で密かに配備していた軍隊です。エン君亡き後、指揮官を失い、彼らは独自に演習を征服しようとしています。英州の四隅では冥婚鉱が焚かれて、人間界の人々に英州を発見されることはありません。しかし冥婚鉱が消えてしまえば、誰でも英州を見つけることができるでしょう。エン君はよく境界線あたりを見回っていました。冥婚鉱によって遭難し、運よく生き延びた人たちを助けていました。私もそうやって助けられた一人です。私は彼が優しさからそんなことをしているのだと思っていましたが、そうではなく、英州の場所を捜索している軍隊を探すためだったのです。そうしてその後も彼は軍隊と密かに連絡を取っていた。今日この日のために冥婚鉱を消したに違いありません。ダメです、兵士の数が多すぎます。私たちだけではとても止められません。何とかして一気に片付けないと。冥婚鉱を使おう。侵入してきたのは外部の人間、冥婚鉱が効くはずだ。確かにそうかもしれませんけれど、今倉庫にある冥婚鉱はおそらくエン君に細工されたものばかり。大丈夫だ、この場で作る。英州への侵略は英州のやり方で防ぐ。若様、占いの結果がどうであれ、旅の最初に約束したように、私はあなたをお守りします。天将から冥婚鉱の作り方を教わりましたね。彼と一緒に作ってください。私はここで、この香炉で、あなたたちを、英州を守ります。どうして？あちこち逃げ回ってたんだけどよ、節制がここを守っているのが見えたから助けに来たんだ。侵略者どもを追い返すために天将とこいつが冥婚鉱を作ってんだよな。だからみんなで加勢しに来たんだ。あいつらは英州をめちゃくちゃにした。あいつらを許しちゃダメ。みんななんと勇敢なのだ。
この前の占いで死を免れるという結果が出ていました。若様、今度は当たっていますよね。安心してください、私は食玉です。そんな簡単に死んだりしません。知っていたんですか？いつの間に。若様、英州ではやはり節制官と呼んでいただけませんか？または節と呼んでいただくのもいい。ほらほら、今は気を緩めている場合じゃないぞ。今回の件で英州はめちゃくちゃだ。英州の民を道連れにするなんて、彼が死んでも亡くなった民たちの命は戻ってきません。それなら方法がある。あなたなら本物のハンコンコを作れると信じていました。散った命を私がすべて連れ戻す。できた。邪魔だったでしょうか。この糖果と兆候は濃厚で純粋な香りがする。その香りだけで上等な素材だとわかる。お前が作ったんだな。何を当たり前なことを言っているのです。気に入ったのでしたら手土産として何箱か空想に持ち帰っても構いませんよ。彼のは持っていくのに私のは持っていかないのですか？冗談ですよ。食火炎はまだ処理しなければならないことが山積みで、急いで選んであげる余裕はありません。良いのです。私も円君に協力していろいろしてしまいましたから。円君の計画を知り、なんとか止めようとしたのですが、失敗しました。けれど、あなたが英州に来てから、まだチャンスは残されているかもしれない。そう思うようになったのです。祭典の材料に細工するという命令にも従い、あなたと天将についても、彼に情報を教えた。彼の両親を信じたかったのです。でも、彼の心は奥様の死を乗り越えられなかった。あなたたちがあの時、私の言葉を聞いてくれてよかったです。そうでなければ、私もあの時どうすべきかわかりませんでした。その若様、
申し訳ございません。実はハンコンジュに行く途中、節制から話を聞いていたのです。いえ、それは。ところで、香り袋を作ってたんですか？以前若が言っていた本白登竜口を調香しているのかと思いましたが。彼女に似合う香りを作ると約束したからな。本白登竜口は結局作ることができなかったが、お詫びにいろんな香りを調合してるんだ。本白登竜口、それってハンコンジュのイメージにぴったりだと思いません？何もそんなに驚かなくても、ハンコンジュの葉はカエデやカシワの葉のような形をしていますよね。ハンコンジュ自身の霊光も登竜光として玉霊泉に流れ込んでいるではないですか。あなたと英州は何らかの縁があったのかもしれませんね。そのレシピが和歌をここまで導いたとか。何者かがこの状況を予期し、あなたをこの地にあるハンコンジュまで導いたとすると、その人の英知は計り知れませんね。しかし、今回の英州の事件は、和歌の命を脅かしたことも事実。そのものに悪意があったのか否か。確かに。相手が敵か味方かわからない以上、ここからの帰路も空想に戻った後も、どうかお気をつけて。